あ、星葉さん、ご無沙汰してます。おお、元気。元気です。こんにちは。お疲れ様です。どうぞどうぞ。ありがとうございます。ここすごいですね。これ VIP ルームかなんかですか？そうだね、 VIP ルーム。あ、 VIP ルームで、すみません、こんな貴重な。あ、いいです。全然。お呼びいただいてありがとうございます。全然全然。これもなんか実は今見せてもらってたので、はい、素材気持ちよくない？それめちゃくちゃ気持ちいいです。カシミヤなのね。それカシミヤ。はい、このソファーも実はカシミヤなのよ。ソファーでカシミヤですか？そう、気絶しちゃうやつ。気絶しますね。カラーバリエーションも豊富で。そう、この後さ、はい、もし時間あったら下で、はい、あの俺ちょっと買い物があって。あ、そうなんですか？どう？ロロピアナですよね。いや、行きたいんですけど、うん、なんかロロピアナさんすごい高いイメージが、あー、まあ、高いイメージがあるん で、ね、僕で買えるものあるのかなっていう。え、ケン君いくつだっけ？今年7歳なんですけど。いや、大丈夫じゃないかな。大丈夫ですかね。あ、まあでも高いものがある。そうなんですよね。いや、多分あると思うよ。あ、本当ですか？うん、大丈夫大丈夫。ちょっとじゃあ一回見に行くだけ行かせてもらってもいいですかね。そうだね、うん、行ってみようか。あ、ちょっとありがとうございます。すいません。下にじゃあ行きますか。はい、あ、下で。しかし相変わらずイケメンだな。いやいやいや、もう恐縮ですよ。お店の中も綺麗でしょ？はい、すごく綺麗で。実はこういうところもさ、はい、全部テキスタイルなんだよね。ここカシミヤだと思うよ、多分。ね、そう。あ、こんにちは。いつもお世話になっております。お世話になっております。いらっしゃいませ。ようこそ。綺麗ですね、相変わらずね。ありがとうございます。あの、夏らしい色が揃ってまいりました。はい。そのロロピアーナ、はい、若い方だと、ちょっとやっぱりまだ、ご存じないっていう方がいっぱいいらっしゃると思うので、はいはいはい、改めてブランドの説明をちょっと教えていただいてもいいですか？私どものロロピアーナというのは、まあ一般的な認知度というと、まあ、素材っていうところが非常に深く認知されているブランドなんですけど、レディトゥウェアこういうお洋服っていうところをブランドで一言で説明させていただくとすれば、究極の素材で最高の日常着をというところがコンセプトでございますね。究極の素材で最高の日常着、はい、まあ、まさにって感じですね。はいはい、原毛のブリーダーさんと契約してるんですね。そうですね、はい。でも本当にいわゆるそのお寿司屋さんがネタだけこだわるんじゃなくて、うん、もう契約してそのすごいお米のあれと契約してるみたいなとか、いわゆるあとはもうここから大間のマグロ、大間のマグロ、マグロのところのこの人にしか取れないっていう人から、そういうことですね。そこと契約をしていい素材を得ているという、釣る漁師まで選ぶ的なということですね。なるほど。一見すると普通なんですよ、はいはい、すごくシンプルでベーシックでエレガントなものなんですけれど、はい、着てみないと、触ってみないと、はい、触ると多分気絶すると思うんで。あ、本当ですか。もうおっしゃる通りですね。本当に着ていただいて初めてうちのお洋服っていうのは価値をお分かりいただけると思います。めちゃくちゃ楽しみですね。ね、はい、そうなんですね。早速ちょっと着ていきたいですね。ちょっと行ってみますか。はい、ぜひ。気絶しに、はい、気絶しに気絶の旅へ。いいですか、すみません、いろいろ見せていただいて。どうぞご覧になってください。かなり大人っぽいよね、色がね。大人っぽいですね。割と本当ベーシックな色。そうですね、ネイビーとかネイビー、ホワイト、まあ、グレー、はい、でそこに季節の色をなんかこう指しているのがロロピアーナの特徴というか。はいはいはい。この辺はコットンかな、ちょっとシルクが入ってるのかな。こちらが実はまあ、私どもそのブランドのコンセプトとして究極の普通がラグジュアリーというところで、うん、一見、まあ、色は別にして形なんかは本当にオーソドックスだと思うんですね。来た。そうなんです。米のギフトオブキングスっていうやつなんですけど、はい、王様のギフト、うん、という意味なんですけど、はい、ウールですよね。ウールです。で、ちょっと触ってみて。ウールですか。ウール、やばくない？やばいっすね。ギフトオブキングスって、はい、ウールのそのミクロンがすごい細いんですよね。ミクロン表示でいうと12ミクロン。12ミクロン、ミクロン、相当細いっすね。そうですね、はい。さっき僕値段見てびっくりしちゃったんだけど、33万700円ですね。おかしいですね。ちょっとねなかなかびっくりしますよね。はい、大丈夫でした。あまりの着心地に着ると値段を忘れると言われています。あ、そうなんですね。
うん、気になったやつが、ね、あったらぜひ、あ、そうですね、着てみるといいかもしれないですよね、ぜひぜひ、ありがとうございます。あ、この辺は全部ギフトオブキングスのシリーズですか。はい、どうですか着心地は。うん、あ、いいね、似合う、うん、僕起きてます。いや寝てるんじゃないかな。あまりの着心地で、いきなりジャケットとかはいけないから、はい、例えば T シャツとか、あ、そうですね、うん、T シャツとかやったら確かに、うん、これ本当遠目から見てももう、あ、高い T シャツやなっていうのが一目で分かるような、うん、なおかつ触ってしまうと ね、 そうですね、気絶しますね、さらっとしてるけど、はい、これいいな。なるほど、秋冬になるとここにビキューナが加わってまいりますね。来ましたね、ビキューナ、はい、ビキューナアンデス の、はい、あの王様がね、はい、あの着た素材と言われている、はい、ザ・クイーン・オブ・ザ・アンデスって書いてあるから、アンデスの女王、これですね、まさにビキューナ、カシミヤよりも一番高いって言われてる。そうですね、はい、これがロロピアーナで使ってるカシミヤ、赤ちゃんカシミヤですよね。赤ちゃんカシミヤです。生後、まあ、12ヶ月までなんですけど、はいはい、うん、その、まあ、12ヶ月まで の、はい、あの一緒に1回しか取れない、そのいわゆるアンダーフリス、産毛の部分を透かしていただいたものを私どもがベビーカシミヤ と、ね、はい、名付けさせていただいてます。別に毛を飼ってるわけではないんですね。飼ってるわけではないんですね。そういうのも、そう、ね、リアルに気になるアイテム1個あるんですけど、うんうん、はい、うん、靴なんですよ。どれですか。いや僕ずっとこれいいなって、うん、ほんまに買おうかなと思ってるレベルで。あ、またいいのですね。これやっぱりスウェード、うん、あのソールまでスウェードっていうのが僕あんまりなかなか見たことないんですよ ね、はい、これいくらぐらいですか。これ高そうだな、これ。あ、でもね、あの本当に僕でもなんとか買えそうな金額です。本当ですか。11万。あ、普通に僕ここ来させていただいて、うん、これ11万1千やったら、うん、本当に買ってるかなっていう、うん、素晴らしい感じで、今日撮影ということも忘れかけてくらい本当に欲しいんですけど、ね、じゃあこれまずケン君の一番、まあ、一番今候補なんですけど、星場さんは逆に何か目星のアイテムとかってあるの。目星のアイテムいっぱいあるけど、この辺もいいなと思うしね。普通にネイビーの朝のジャケット、かっこいい、夏春夏着るジャケットとしてはすごく素材感もいいし、確かに白いシャツにデニムとかでもかっこいいし、いいですね、こういう今日の僕のスタイルでもね、本当ですね、うん、とか、あとこの辺の色の綺麗な色のニットとか、まあ今日ね僕差し色で中に着てますけど、ね、ちょっとティールブルーみたいな、このカモの後ろの頭の羽のような色の、これも綺麗なのか。あ、ちなみにね僕これ持ってるんだけど、これいいよ、はい、これかっこいいよ、すっごい。普通ナイロンっていうともっとシャカシャカしてる。そうですね、シャカシャカしてなんかこうきついイメージがあったりとか、うん、もうなんかもっと合成のイメージあるけど、そうですね、すごいすごいスーパー滑らかな、あの目指すところはシルクなんですね。シルクに目指す、あ、シルクを目指したナイロン、はい。あとね、はい、やっぱりロロピアーナといえば、なかなかほらやっぱり高級なものだから、はい、なかなか買えないじゃない、はい、で僕は一番最初にロロピアーナさんにお会いするにあたってイタリアで、はい、やっぱり何か身につけていこうかなと思った時、唯一買えるアイテムだったのは靴だったのよ。あ、靴で、実はこれ僕 何代目だろうな、これもう10足ぐらい買ってるのかな。あ、そうですか。もう本当にカシミヤを履いてるみたいな感じなんだけど、これでもすごいよ。こっち靴ね、実はすごい、めっちゃありますね。そうなんだ、あ、それもこれも買いましたね。こちら多分キャメルというかベージュ、うん、ベージュ系の。これも今履いてるやつがこれ。あ、今履かれてるのこちらですか。そのピエール・ルイジ・ドロピアーナさんと一緒に船に乗ったことがあるんだよ。あ、はい、拝見しました。でその時にみんな履いてるのね、これ。あ、そうなんですね。それでみんな同じ靴じゃない、はい、でヨットに乗ると裸足になったりするんだよ、はい、だから分からないんだよね、誰が誰の靴だか。あ、はいはい、だから実は買った時にここに名前入れるんですよ、ここにネームって書いてあって、うん、あ、本当ですね。そうだからここにじゃあケンネイビーってこう入れるとか。あ、入れれるんですね。もうかっこいいですよね、はい、こっちがちなみにローカットサマーウォークってやつで、
値段が88,000円。あでこっちがです、ね、まあ、オープンウォークっていうちょっと、まあ、ハイカットというか、あ、はいはい、まあ、ミドルカットみたいな感じ。そうですね、はい、ユニフォームですよね、はい、こっちは。あ、そういうことですね。でスーツの時もみんな皆さんこれですよね。そうです。あ、スーツもいけますか。でスーツにこれ履いてるのがまたねグッとくるんですよ。じゃあ一回ミドル履いてみたいですね。はい、ってね、思うでしょ。はい、はい、ミドル履きたいです。はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。はい、すごい繊細に違いますね。そう、お待たせいたしました。ああすいません、ありがとうございます。ローカットとハイカットと、はい、履いてみても大丈夫ですか。どうぞ。これ本当にカシミヤ履いてるような感じだからね。気持ちいいよ本当に。初めて履かせていただきます。ちょっと2つ両足履いてもらって、はい、こっちじゃあ左ローカット、はい、で歩いてみて、立ってこのカーペットの上を。今歩いてますか僕歩いてる、歩いてますか。すごい気持ちいいです。気持ちいいよねこれ。気持ちいいです。そうなんだよね。でちなみにこれはあれですよね、パーソナライゼーションができるから、はい、あのカラーオーダーもできて、あ、大体そうなんですね、はい、約8週間、8週間から9週間、9週間で、自分の好きなお色でカラーで、はい、あ、それすごい。あと素材も選べるんでしたっけ、いろいろお選びいただきます。うん、ちょっと本当に欲しくなってきたんですけど。これさっきのさスニーカーも良かったじゃない、はい、スニーカーもいいけど実はロロピアーナの真骨頂はここにあるというか、なんでもだから僕初めてのロロピアーナなんで、うん、ちょっとこっちの方がちょっと惹かれてきましたね今の話も。初ロロピアーナだったら僕はおすすめはこれ。おすすめですか、うん、一番最初に買ったの本当にこれを履いて僕取材しに行ったの、もう懐かしい。これさ手入れてみてこれこういうパターンもあるんですよあれこれまた高級なやつパターンですよ。そうですね、すごい、はい、リアルファーを。リアルファー、これはちょっと、はい、ファー入ってない状態でこの履き心地なのに、うん、もうどんな履き心地なんていう、っていう ね、 ね、これは表側のタイプ、これディアスキン、ディアスキンです、はい、スキン、ディアスキン柔らかいんです、柔らかいですね、めちゃめちゃ柔らかい、柔らかい。悩みに悩んでください。ちょっと悩みますけどもうこういうのもあるんですよ。あれまた違ったタイプのスニーカー。ほう、やっぱりロロピアーナほらウール有名じゃないですか、はいはい、これも気持ちいいんだよね。ウールなんですか、うん、ニットだからすごい履き心地がいいというか、色も綺麗だよね。確かに綺麗ですね、グレーとめちゃめちゃ。スニーカーはねそこに一応ラインナップ結構いろいろ色があって、あ、はいはい、あ、本当ですね、そのロロピアーナのブランドカラーを象徴するクンメルの色ですね、はい、いいですね。これいくらぐらいですか。 ちょっとちなみにですが96,800円税込みと、はい、先ほどだいたい一緒ぐらいですね、はい、10万円前後というと。たらあの僕の年代でも本当にこう買いやすいというか入り口としてすごく入りやすいのが靴かなと思ってます、ね、今それを履いてみる、いいですか、せっかくなんで。あら、それも良さそうな感じが。ソックス履いてるような感覚ですよね。ね、はい、あ、本当そうですね、はい、あ、本当にそうです、ソックスを履いてるような、うん、気持ちいいですこれも。ロロピアーナの製品は全て気持ちいいです。そうなんだよね。でさらに、はい、オープンウォークこのウールバージョンもあるんだよね。本当ですね、また悩み増やして俺あれこれはだいぶ悩みますよとかこういう、まあ今のねこれからの季節エスパドリューみたいな、ね、エスパドリュー、はい、うん、ちょっとリゾートっぽいね、はい、この普段結構そのブラウン系のタイとかつけることが多くてスーツの時、うん、なので、うん、結構ブラウン系はやっぱりいいかなと思います、こういうベージュとか、うん、今のねまさにだから履いてるやつなんて。そうですね、うん、その辺はバッチリだよね、うん、確かに。ミドルかろうちょっと悩むな。ちょっとじゃ あ、 あの、はい、大いに悩んどいていただいて。あ、時間いただいていいですか。あ、僕はねちょっと違うものを見てきて、はい、あ、分かりました、はい、ちょっとじゃあ普通に買い物したいんで、はいはい、ゆっくり悩んどきます。はい、どうしよう、ロゴもいいな。この世界観をさ知っちゃうと、はいはい、なんていうの、本当にハマるっていうか。そうですよね、俺もこれ
すっごいハマったんだけど、ローティアナやっぱり、はい、でね、触ったりこう着てみたり実際にねしてみると、そうなんだよね、全然違いました、本当にいいよね、はい、もういい買い物させてもらいました今日は、うん、っていうか俺さっきから気づいてたんだけどさ、はい、2つ、あ、2つ、はい、2つ買わせていただきました今日。何と何買ったの結局。あの、まあ、おすすめいただいたオープンオークのグレージュ、うん、あー、オープンオークのグレージュ、あれまあ間違いないやつ、ね、そうなんですよ、モロロピアナで、うん、もう靴一足目ならこれっていう教えをいただいたん で、うん、でグレージュのカラーすごく好きで、うん、いいお色味だったんで、うん、まあ、スーツに合わせてみようかなと思って。いいね、ライビーのスーツとかに。それもセルジオさんばりじゃない。だってもうそれで参考にさせていただいてしようかなと思ってて、うん、でこっちのスニーカーがあれも上品だよね。そうなんですよ、上品な、全部ベージュの綺麗な、そうなんですよ、うん、ソールまでベージュの、うん、なんで、まあ、白シャツデニムとか、あっちはカジュアルでね、カジュアルに、あえてカジュアルにも入って見ようかなっていう感じなんですけど、今日のスタイルでもどっちでも合うもんね。まあ、そうですね、今日どちらにでも合うと思うんで、うん、まあ、僕基本こういうスタイルなんで。そうだよね、シンプルでね、はい、シンプルで、うん、すごく気に入った1足2足買いました。よかったね。星葉さんちなみにこれはね、今日入ってるこれ黒なんだけど、はい、これのベージュのやつ。あ、ベージュ、うん、さっき見られたやつですね。そうだね、まあ、このスタイルに合わせてもいいし、ちょっとジャケットを少し明るめの、はい、例えばベージュのジャケットとかブラウン系とかでもいいかなと思ったので、ワントーンでまとめるのもいいかなと思って。同系色で、うん、なんか いよいよどこかに行きたいなっていう気分も高まってきたので、まあ、そうですね、高まってますね。だからちょっとリゾート行くときとか、はい、履くようにちょっと明るめのトーンの、まあ、これ買ったんだけど、ね、そういうことなんですね。そう、いやでも本当に今回その星葉先生に教えてもらって、いいいい、あの先生ロロピアナの魅力がすごく分かって、うん、ハマりそうですこれから。そうなんだよ、ね、はい、ハマると抜け出せないけど ね、まずはまあ靴から、はい、始めて、今後ちょっとできれば服とかもね、うん、挑戦していけたらなと、うん、いやいいんじゃない。でも結構似合うのいっぱいあったしね。ありがとうございます。少しずつ、はい、そうですね、少しずつ、うん、はい。でもファーストロロピアーナとしてはもう間違いのないいい買い物できたんじゃないかなと思うんですよ。ありがとうございます、おかげさまで。ありがとうございます、思い出に残りました。これ履いてどっか行きますか。はい、もうこれ履いて早速ちょっと出かけたいと思います、ね、ありがとうございます。